あなたたちは飛行島の住人ですか？はい。はじめまして、聖号騎士アリス・シンセシス・サーティです。カルマからの紹介でしばらくこちらで世話になるよう言われているのですが。私はケトラよ。私はアイリス。こちらこそよろしくお願いします。とりあえず風雨をしのげる場所さえ提供していただければ、あとは自分で用立てます。その気持ちはありがたいのですが、必要以上の施しを受けるわけにはいきません。騎士として公平性を欠くわけにはいかないだけです。その気持ちだけで十分です。なんでよ。キャトラと言いましたね。喋る猫というのは珍しい。触ってもいいですか？まあまあ。お、なぜですか？わかりました。食事を提供していただけると助かります。なかなか厳しいのですね。あら、はい、いい天気だったからこの子にたっぷり日を浴びさせてあげたいのです。あら、あれって、この木は私の神器、銘は金木犀の剣。そうなの？はい。あら、この木は剣に転生する前の姿、創世神ステーシア様によって人間に与えられた始まりの地に生えていた一本の金木犀。私のいた世界において最も古き存在なのです。今でこそ英語普及の属性を持つ神器ですが、こうして日の光を浴びさせることで力を蓄えることができます。ほー、そうですね。すごい剣です。あら、金木犀の剣の力は私の実力とは無関係です。きちんと。ねえねえ、私の実力などまだまだです。聖号騎士には私より強い方がいます。ですから騎士として常に研鑽し続けなければなりません。キニャー、これが金木犀の剣です。それであなたに一つお願いがあります。ここ数日実戦に即した稽古ができていません。もしよければ稽古の相手になっていただけませんか？ありがとうございます。ではあちらの広場でお願いします。そうね。ああ、こちらの竜は喋るのですね。そうなんです。エクセリア。あら、
皆さん、ごきげんよう。こんにちは、皆さん。この飛竜が美しかったので、思わず声をかけてしまいました。嘘。ドラグナ？その呼び方は分かりませんが、確かに相棒の飛竜に乗っていました。いい子ですよ。いつでも私の力になってくれていた。私が急にいなくなり、あの子も心配しているでしょうね。そうですね。そうですね。ああ。ありえません。私は誇り高き聖豪騎士です。どのような場所にいようと、騎士としての矜持を忘れることはありません。ですが、現状騎士としての務めを果たすことができていないのは事実です。私のいた世界では、闇の軍勢が人界に押し寄せようとしているのです。その敵と戦うのもまた我々聖豪騎士の務め。私がいなくとも他の者が使命を全うしているでしょう。ですが、私が消えた分、確かに戦力は減っているのです。キャトラは賢い。あ、本当にいいのですか？ラピセルもそれで。しかし、どうしてそこまでしてくれるのですか？では、お言葉に甘えさせていただきます。困ったわね。キャトラは今日も元気ですね。ああ。それは分かっているのですが、やはり心配ですから。カルマから連絡は来ていますか？あ、そうですか。まあ、それはできません。聖豪騎士として人々の規範とならなければならないのです。私には余暇も娯楽も必要ありません。十分休みました。騎士として当然のことです。ありません。わかりません。
私は最高司祭アドミニストレーター様の招きを受け、天界より召喚されたものです。そのため私は騎士としてのあり方しか知らないのです。そんな、悲しまないでください、アイリス。私は人界の守護者であることに誇りを持っています。ですから気に病む必要はありません。ですが、私には戦うこと以外にできることがわからないのです。キャトラはおせっかいですね。いえ、不思議と不快ではありません。おーい。ええ、わかって。程度のことなどできて当然ですよ。褒められるようなものではありません。ほーん、整合騎士でも個人によって得て増えてはあります。せっかく作ったんです。冷めないうちにいただきましょう。そうですか。では、いただきます。この味、どこかで。私は、いえ、そんなはず。何ですか、この違和感は。すみません。慣れないことをしたせいで、少し疲れたようです。今日は先に休ませてもらいます。パイはあなたたちで召し上がってください。何でもありません。自分で作った料理を食べた時、懐かしいものを感じました。私は誰かと一緒にあのパイを食べていたのです。なのにそれがいつどこでなのかわからない。一体何なのですか、この違和感は。この光、暖かい。私はこの暖かさを知っている。大丈夫です。
ありがとうございます。やはり私は早急に元の世界に戻らなければならないようです。心配しないでください。一人悩んでも仕方がないと理解しました。それに私の中には私の知らない大切なものがあるのだと知ることができました。それが何なのか今の私には知る術がありませんが、それがあるという事実だけで私は満足です。聖豪騎士として人界を守り、いずれ必ずこの大切なものが何なのか突き止めてみせます。人々を守るための騎士としてふさわしくない執着なのかもしれませんが。いいじゃない。やはりキャトラは賢い子ですね。アイリス、明日の朝食も私に作らせてください。得意な料理が増えていた方が素敵ではないですか。そうですね。カニカマ料理、聞いたことがありませんね。教えてもらえますか。